ちびっこバスたよ、タヨザりとるバスは、大韓民国のアイコニックスエンターテイメントが企画し、EBS とソウル特別誌が共同制作したフル 3D アニメーションである。たよ、ソウル市内を走るバスをモチーフにして制作された幼児用アニメーションで、カラフルな色使いをする手にや、乗り物を題材にしたアニメーションという点では、機関車トーマスと似ており、事実、ともに、 韓国で高い人気を誇る。作品は英語等にも吹き替えられ、アメリカをはじめとした世界各国でも人気がある。日本では2019年2月から YouTube にて、働く車ちびっこバス対応のタイトルで日本語、吹き替え版が公開されている。2018年から、キティポティティポというスピンオフの鉄道アニメが放送され、多様をはじめとして、 当アニメの登場キャラクターたちも時折登場している。各キャラクターの日本語名は代表的なものを挙げている。日本語版の声優名は判明している人物のみを、モデルは現時点で判明している車両のみを掲載をしている。だ多数。第5期から登場するキティポティティポのキャラクターについては、キティポティティポの登場人物の項目を参照。第5期は EBS1 にて放送。 実車のプリムスは電気自動車ではない。2014年3月20日、ありがとうございます。